2回目の登場ですね、はい、池袋から来ました古久保です。特に股関節とあと膝、うん、人生のピークかもしれないですよこれはい、ストレッチ泳ぎに今日もですね金子の神経系ストレッチフランチャイズの仲間が来てますので2回目の登場ですね、はい、改めて自己紹介お願いします。はい、池袋から来ました古久保です。皆さん覚えてますかこちらの感じね。でどうですか神経系ストレッチ始めて何ヶ月でしたっけ今。10月で1年になる。振り返るとどんな感じでしょう。 YouTube 出させていただいて探偵事務所みたいですねって本当に来られることが言ってた通りだって扉開けてきてくれます。そう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 言ってた通りの奥まったどこにあるか絶対わからないマンションでここっていうところで俺の写真があるわけよ。誰かの家ですかみたいな。しかもあのポスター大きすぎるって大家さんに怒られました。そもそもナースで働いててそこの何か問題点とか不満という自分のフラストレーションから開業になったわけでしょ、はい、でやってみてどうなんですか。自分の手で人がこう治っていて嬉しいとかすんごい楽しいなって。あそうですか。あじゃあ結果が出てるんですね。これ見てるナースの方正しい医療の形かもしれないですよ。あ私もやりたいと思っている方興味ある方はコメントしていただければと思います。で最終的に俺が今思ってるのはね病院になったらいいと思うんですね。めっちゃ思います。まあ、あとはドクター雇わせていただいて例えば股関節痛だからこういうリハビリお願いしますみたいな2ヶ月ぐらいのリハビリやってもう一回画像診断骨が当たってたの隙間が増えましたねってなったら完治ってドクターが言えるじゃないですか。すごい。時々こう病院とかってのね閉まってしまってる病院とかもあるじゃないですか。そういうところにレントゲン室があって神経系ストレッチがあって我々やってるメディカルストレッチがあってそれこそキックボクシングジムがあってみたいな僕やろうと思ってるんですよ。すごいですね。整形外科の先生とかでもう引退されてる方とか勤務されてたんだけど例えば出産とか子育てとかで、ね、引退されてるドクターの方とかいらっしゃったらマジでコメントいただけたらと思います。慢性疼痛科っていう科がないんだから今それに当てはまってる疾患の方は行く病院がないってことじゃないですか。今からの医療の現場に必要なのは慢性疼痛科なのかもしれないですね。大当たりすると思います。大当たりって何全然聞いてるわけじゃないからさ喜ばれるよってことですよね。ストレッチを医学にしたいって自分の願望じゃなくてするべきですよねと僕は思うので応援のコメントを皆さんいただけたらと思います。よろしくお願いします。古久保先生と今日ストレッチしていく方ですねお名前とご症状お願いします。職場が保育園の給食をやってて食器を上げたり下ろしたりとかっていうのがこう座ったりするのが結構厳しいんですよ。治ってくれることだけがやっぱりで、はい、顔出し もうそれなら仕方がないかなっていう。はい、りょうこです。特に股関節とあと膝、うん、と右膝が痛くて股関節は、まあ、両方なんですけど特に左側が痛くてカクカクって抜ける感じとあとこれができない。あこれができないってことですか。それができなくてもうここまでしか足が組めないってことですかね。靴下履いたりこうしたりすることができな できない。右だけえ両方です。これはいつからですか。これは 2、3年前。3年ぐらい前は1日1万歩とか歩いてたんですけど、うんでそうですね。痛くなってからはどういうところに治療に行ったんですか。整形に行ったらレントゲンを取られたんですけど、はい、背骨が曲がってるって言われて、はいはい、だけどやっぱり湿布と痛みの目しか背骨歪んでんの治療法はないって言われたんです。整形外科の皆さん背骨が歪んでる歪んでるから湿布を出す。どういうことこれ。膝が痛かったのもあるんですけど湿布と薬出しときますねっていう感じ。出しときますっていう方はどういう気持ちで。でもその立場にいたんですよね。私先生からのオーダー受けて先生のせいにしてるんだね。一応出すけどこれで治ってねって思ってあんまないでしょ。気がすめですみたいなひどい話です皆さん。これが現実ですからね。自分が何で悪いかも分かんないよね。今どう思ってるんですか。治す方法もないでこのままなのかなって思ってたら金子先生のを見てあこれなら治るかもしれないって思って娘が応募してくれたので。あそうなんですか、はい、そんな中に天使のような方が YouTube でいらっしゃったということでよろしかったですか、はい、そうですね。見てる方はそれでよろしいですよね。素敵な方ということで、はい、顔がめっちゃ引きつってますけど大丈夫ですかねこれ。治ったら何がしたいっていつも聞いてるんですけど、はい、何がしたいですか。立ったり座ったりを軽くしたいのと、はい、靴下とかを簡単そうですよねはい、よろしくお願いします。はい、どうぞ。それが限界ね。はい、はい、OK。 右足は、あ、右足も若干ね、はい、はい、じゃあ曲がってみてください。ここで痛いんだ。ここまでしか。で反対こっちも。このこっちのはひどいね。はい、どうぞ。はい、U ターン。これ大丈夫ですか。痛い痛い痛い。祈り入りますけど触診したんですか。顎じゃなくて背中触ってないよね。緊張してる。緊張して背中触ってないの
これ殺すよ。やめてください。背中さんだけ分かんないでしょ、あなた。先週の時言いましたよね、最初に触診するって。はい。その触診が命ですよっていう検証を私やってます。緊張しちゃった。1年前にやって、もう忘れてるんです。忘れてないです。不思議でしょ、皆さん。こんな迷ったナースでも倒しちゃうから不思議です。緊張して。ストレッチっていうのは力がありますね。私、今日とっても緊張してて。なんで苦手でこの、あの撮影とかが、はい、この撮影今回あなたから出たいって言ってきたんですよね、はいはい、意味わかんなくないですかね。大丈夫かな、まあ、天然なのは知ってたんだけど。違います違います。ロコさんかなり面白い顔してますけど大丈夫ですか。それと大腿皮神経、いやもう一回曲げて、で大腿のこの辺もうこれ知ってるのね。トーパー次ボケたら一本ゼロするかな。やってもらいたいかもしれない。ダメだこれ、育てにくい。どうですか。痛いです。やられてる感じ。痛いですか。はい。左はこの後部だな。すごいですよ娘さん、これお母さん。これどうですか今、これ人生のピークかもしれないですよこれ。よし、オッケー。ちょっと緩んだ。めっちゃ緩みます。私が驚けたらいけないじゃないですか。こんな天然でもうまくいくのが神経系ストレッチフランチャイズの特徴です。こういうしかもう他ありません。もうやばい、今日ちゃんとやるって言ったのに。誰に言ったんでしょうか。周りの人たち。あ、そうなんです。難しいみたいです。お笑い界にはもうしないからって言ってきたんですけど。お笑い界です。どうしよう。成長した私を見せるっていう動画を作りたかったんでしょ今日。何なんか金子先生助けてみたいな感じで俺を見てるの。どうしよう。どうしようじゃないんだよ。大丈夫だよ、これカットすればいいんだからですよね。全カットでお願いします。急に開き直った。全カットしないけどね。全カットしてください。天然ボケのここだけは使うけどね、まるっと。いやだ、これ今どうですか。あ、でもだいぶだいぶいい、はい、だいぶいいってよ。なかなか外反がすごいですね。そうなんです。すごいですね、古久保さん。こっちでベッド。あ、そうです、僕の忘れた。あれです、中履きです。そんなことある、これ常識的に考えておかしいよね。こう使いますよ。何も使わないでください。使いますよ。必ず使います。もう全部使わないでください。何しに来たんだじゃあ君は。いいか、やって。挨拶。わかんないな。もういいんじゃないですか。やるな。もう言ってますよ結構。ここまで痛くないんだ今。今そんなに。ここにちょっとあるぐらいかな。私も参加する。ずっと今欲求が溜まったら。古久保の怒りはここに。そりゃ。頑張ったんですけど。なんだその天然ボケ。ちょっと綺麗になったからってふざけるな。大丈夫ですか、レオさん。大丈夫。やってみましょうね。おお、もう一回、もう一回やるんだよ。何それ。はい、どうぞ。はい、グー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 。できるじゃないのよ。はい、反対。よっしゃー。すごいね。スタート。おー、軽やかじゃないですか。はい、反対。右手で。今痛いとこありますか。はい、拍手。いいんじゃないですか。やりましたね、古久保。ありがとうございます。ストレッチの感想どうですか。痛かったですけど、できるようになって。ねえ、足上がってましたよね。そうですね。もう一回やってみて。全然できるじゃない。反対は。できるじゃない、すごいね。今日、古久保先生にやってもらった場所の神経の圧迫、はい、でその他の皮神経の圧迫、どこが悪いかって明確に分かれば、あとはそこをケアしていって、はい、柔らかい状態が持続するっていう体調を作ってしまえばもうならない、はい、なんか光が見えた感じします。そうですね。これやってて体はどうだったんですか。やっぱ硬さがすごくあったので、うん、でも金子先生のここの助けもあって、うん、やっぱり抗菌が、うん、ちょっと食いしばってたね。どのぐらい収録してるのかってたまに質問きますけど、これガチで5分から10分いかないぐらいだよね多分ね。そのぐらいでこうなっちゃうんですよ。ですからこういう治療ができる病院があったらいいと思いますね。話せや。それを目指して僕らも頑張っていきますので、この症状はねこれで終わりじゃないですから、はい、ちゃんとリハビリをして、はい、もうならない体も今後作っていってください。はい、はい、今日も大成功でした。はい、ストレッチエグビー金子と涼子です。古久保です。はい、ありがとうございました。はい、お笑い会でした、すいません。金子たらしが開発した履くだけで美姿勢が目指せる金子ストレッチサンダルがお得に買えちゃうチャンスです。読売テレビビートップスに金子たらしが出演します。今回も共演いただいた芸人さんとかタレントさんたちがこのサンダル効果びっくりの結果となりました。このサンダルに足を乗せて体重をかけることによって、この形状、まずこの腕曲、内側の腕曲、
外側の腕曲が足本来あるものアーチというものを3箇所形成してくれるわけ。だから履くだけでめっちゃ気持ちいいです。一度に17箇所の筋肉が伸びるんですね。9月30日から10月7日まで8日間、このスペシャルなサンダルが eTOPS のサイトにて特別価格で販売されます。今回は金子ストレッチサンダルのアッシュグレー、新色のブラック、お得に買えちゃいます。詳しくは概要欄からお願いします。どうぞ。推しセミナーっていうのは Zoom でですね、毎週僕と同じ時間に体について学んでいくと、大人のための身体教育、フィジカルエディケーション、月曜日の19時から僕ら毎週やってるんですけど、オンラインでもちょこちょこ質問ができるわけですよ。いい学習になると思うんですね。ありがとうございます。金子です、よろしくお願いします。痛いです1、2、3、4、5、6、7、8、9、3分 OK、 ありがとうございました。